筆書きとは、書きの品種。別名、沈鳳書き。地域により、沈鳳書き、うさぎ書きともいう高田町にて2015年9月撮影形状が、筆の穂先に似ているため、筆書きと呼ばれている。愛知県が全国の生産量の86%、ついで長野県が13%占めている。愛知県の生産のほとんどを高田町で生産している。不完全きであり、 一本の木に甘い実と渋い実が同時になるため、渋い実は選別機でより分けられて、アルコールで脱げ渋されてから出荷される。種子が入ると渋が抜けて甘くなり、種子が入らないと渋が残る。和製の品種で、冬柿や二郎柿などの一般的な柿よりも1ヶ月ほど早く市場に出回る。他の柿と比べて糖度が高く、非常に濃厚な甘みがある。また、 皮が比較的薄く、そのまま食用にすることができる。干し柿にも向いており、干し柿にすることにより生柿よりも糖度が増す。1645年の毛吹草には丹波と山城の筆柿の記載が見られることから、江戸時代の初期には存在していたことが伺える。筆柿、広報広田2002年10月号、広田町、 2019年12月25日閲覧。高田町、特産物。www.town.cota.lg.jp。高田町役場。2019年12月25日閲覧。岩本和彦、山中康弘。奈良県内のかきこ木分布と多様性。奈良農業技術センター研究報告。奈良農業技術センター。 ピアニッシモ39から452019年12月26日閲覧ありがとうございます。